ルミネ座吉本は、吉本工業が運営する、お笑い専門の劇場である。東京都新宿区、東日本旅客鉄道新宿駅に隣接する、商業ビル、ルミネ2の7階にある、通称、ルミネ。ルミネのない関東以外、また吉本所属の芸人の発言で、ルミネといえば、この劇場のことを指すことが多い。ここは、もともと、ルミネホール、 アクトという名の貸子ホールであった。2001年4月に、吉本工業の東京拠点としてオープンする。458の客席を備え、同社の劇場としては中規模の部類に入る。客席数は、大阪のナンバーグランド花月の半分程度で、吉本議員花月より数十席少ない。同社が1990年代に設立した、銀座七丁目劇場、渋谷公園通り劇場は、 若手芸人のファン層である若い女性が主な客層だった。しかしルミネ座吉本は幅広い年齢層の観客獲得に力を入れ、成果を上げている。劇場の前には、吉本テレビ通りという物販スペースがあり、吉本芸人のオリジナルグッズや、テレビ番組の関連グッズなどを扱っている。お笑いファンだけでなく、地方からの団体客などを意識した商品が多く、 観光名所としての充実を図っている。日本テレビとの共同キャンペーン、ラフピースの発表会見、遠藤昭蔵と千秋の結婚会見など注目を集める発表がルミネ座吉本で行われている。2008年5月26日同劇場ロビーで7周年キャンペーン記者会見が行われた。2008年7月1日よりこれまでの通常3公演から日によっては 最大6公演となる。2010年11月1日より、新宿夜寄セるミネタ90という90分ネタのみのレギュラーライブが始まる。インターネットも活用しており、2003年3月までは若手芸人が出演するライブをストリーミング制、中継、2010年9月30日に行われた YTA ツイートライブの模様を USTREAM で配信した。 2010年10月25日より劇場の楽屋より毎日ユーストリーム制配信を開始。12時15分、15時15分、19時15分の1日3回。MC はその日の前説担当の若手芸人。番組名はルミネザヨシモトナー吉本な。前説担当の芸人のほか楽屋にいる芸人が飛び入りで出演することもある。2018年7月18日放送の 中井の窓で中井正宏と広瀬アリスがルミネ座吉本の舞台にサプライズ出演、ハイキングウォーキングと共に彼らのネタ、スーパーイリュージョンに挑戦した。だ多数、吉本工業大阪本社に所属する芸人の出演も多い。ちなみに、吉本芸人以外の芸人もゲストで登場することがある。本家、大阪の吉本新喜劇に比べて、 若手のメンバーで構成されている。なお、大阪 NGK と違い、新規劇団員やベテランはおらず、座長それぞれが班を組み、各班に提供されたストーリーを2から3ヶ月間、上演している。これは、テレビやロケの合間に舞台に出るものが多く、頻繁に新作を稽古し上演するのは難しいためと、見られる。現在、板尾一時による舞台は、 ルミネザ吉本プロデュース公演と呼ばれ、新喜劇とは、趣きの異なる内容である。2018年1月10日から、NGK 新喜劇メンバーに、東京所属の芸人を加えての作品も再度、上演される予定である。だた数。2015年12月12日から、毎週土曜日と日曜日にヒカリ TV の、ヒカリ TV チャンネル 4K でお笑いライブの模様が、 生中継で放送されている。4K 画質放送。見逃し配信は、大阪チャンネルでも、視聴家。中井正宏、ルミネザヨシモトにサプライズ出演ニュースワッカー、ルミネザヨシモトヨシモト新喜劇、トップ http コロンスラッシュスラッシュルミネ .laff.jp スラッシュ shinkigeki スラッシュ12月12日より。 ヒカリ TV でイベント放送決定。ルミネザヨシモト、ワッツニュー。ありがとうございます。